黒ツヤバエは、総種目、黒ツヤバエ科に属する種の総称。小型で黒っぽく、多少なりとも金属様光沢を持つものが多い。メスの副端は、槍状に伸びる。2012年までに、世界でおよそ520種余りが記載されている。和名は、体の色合いに由来し、学名は、タイプ属ランケイアに仮名を示すゴビーダへオフしたもの。世界に広く分布し、 ニュージーランドを除く主な地域に分布する。日本でも数種が記録されているが、研究は不十分である。体長は3から6ミリ程度と小型で、一般的な無便ハネ類の姿をしている。多くは、川明の通り体は黒く光沢を持つが、時に褐色のものやランプリーロングキアスモラグリのように、緑色の金属光沢のある種などもいる。 頭部は概ね半球状で腹眼が,が大きく、頬は非常に狭い。胸は丸みを帯び、腹部はやや上下に平たを押される。メスでは腹端が長く槍状になる。羽は一般には透明で、時に曇ったり褐色を帯びるものがあり、多くの種で丸みのある超三角形状。足はも,も節と形節が黒く節が褐色がかるのものが多い。その他、 本家を識別するための特徴のいくつかを主として、新定原色昆虫大図鑑にある早めの検索表を参考に以下に挙げる。幼虫の大部分は、食食性で、歯に食害をもたらすことが知られているが、腐食性、捕食性などの種も知られている。例えばランプリーロングキアスモラックリは、トマトに食害をもたらす害獣として扱われる。かの元気祭とされる、 同の報告が掲載された、報告書の表紙には1861年と明記されていることから、それに従うのが一般的であるが、国際動物命名規約委員会のオピニオン652には1862年と記されている。一般に、以下の2赤9族に分類されている。そのうち、ダシオピナイ赤は、デイジープス属のみからなり、全鬼門の後ろから、 全気門側に向かって生える剛毛を持つことで区別される。したがって、この剛毛を持たないものがロンクウェイニー赤に分類される。2012年6月までに世界から記録されているのは以下の旧族523種とされる。ありがとうございます。